皆さんこんにちは。ただいま、朝の8時20分頃になります。ただいまの時刻、なんと私、24時間以上起きててですね、多分26時間ぐらい起きてるんじゃないかな、それは言い過ぎ、25時間ぐらい起きていてですね、今日は一日中ね、いろいろやっていて、なんかすごい遅い時間に帰ってきて、それでね、これからもう少ししたら多分お手伝いさんが、ね、出勤するんですけど、あ、ポーちゃんがなんか、ちょっと待って、ポーちゃんがドアガジガジしてるんで、ちょっと待ってください。すいません。なんかね、このぐらいの時間になると、お手伝いさんが来るって分かってるのかさ、ポーちゃんがね、そわそわしだすんですよ。でね、お部屋から出してってね、今言ってきたんで、出しました。もう本当にもうそろそろ来るんじゃないかな。その前にね、一本動画を撮っておきたくて、まあこれからね、ちょっとだけ仮眠取りたいんですよね。うん、本当は早く寝て朝早く起きたいんだけど、なんかそういうわけにもいかず、あとね、不眠症がやばい最近。もうどうしたら寝れるのか教えてほしい。本当にね、寝れなくて。そう。まあこれから少しだけね、仮眠取りたいんですけど、今日は、前回ね、前回の動画見てくださった方ごめんなさい。今ゲップじゃないんですけど、なんか空気がね、ポコってなった。ゲップ？それって。ごめんなさい。ということでね、前回の動画で TikTok ね、始めたんで、ぜひね、フォローの方をお願いしますっていう話をね、したんですけど、でその時にね、Dear のアカウントは、歌ってみたとか、そういうのをね、YouTube から再投稿してるっていう話をしたんですよ。で、よかったらもう一回いいねとコメントを TikTok の方でもくださいってね、お願いしたところ、動画を上げてね、すぐに皆さん結構コメントをくれてね、マジで優しいなって思いました。本当にありがとうございます。なんか甘えてみるもんですね。マジでね、みんな優しい。本当にありがとうございます。そう、これからね、 TikTok も頑張っていかないとと思ってて、なかなかね、フォローも増えないし、コメントもね、いいねもなかなか埋もれちゃってつかないので。あれ、ポーちゃん待って、うんちしたんじゃないの。うんち、めっちゃダッシュしてきた。でもちょっと今のうちに動画撮っとかないとね、ちゃうので、もうすぐね。そう。で、それをね、ありがとうっていうことを伝えたかったです。はい。ちょっと頭がね、回らないんだけど、あとはそう。先日ね、しっぽフェスタっていうところに行ってきたんです。で、それはその時の様子はポーちゃんのチャンネルの方に動画を上げました。はい。ポーちゃんとしっぽフェスタに行って。ワンちゃんのね、イベントなんだけど、すっごくね、たくさんのワンちゃんたちとお友達になって、でそこにリスナーさんが来てくれたんですよ。はい。だから2組ぐらい会えたんですよ。そうでね、ずっとね、もう長く応援してくれているゆうたろうさんっていう方がいるんですけど、その人にね、なんとプレゼントをもらったんです。それをね、まず紹介したいんですけど、はい、そのプレゼントとはこちら。じゃーん。もしかして加工のアプリ使ってるからさ、これ反転してるかな。反転してたらごめんなさいね。これをいただきました。まだね、中身開けてないの。ちょっと開けてみようかなと思います。父ちゃんもね、今目の前にいるんだけど、ちょっと映しちゃうと、あれもこれもね、いろいろ映ってしまうので、
とりあえずこっちでね紹介していきたいと思います。じゃあオープン開けます。ゆうたろうさんありがとうね、会えて嬉しかったです。ちょっとね前日ぐらいからねそわそわし始めて、ゆうたろうさん来てくれるっていうのをね連絡いただいてたのでちょっとそわそわしてたんだけど、すごくね優しい方でとってもいい方でした。じゃあ開けます。まだ見てないんですよ私。開けます。すいません、これね本当切ってつけて切ってつけてやんないといけないのですいません。じゃあ改めて中を覗いてみたいと思います。じゃあこう見ないで出していこうかな。まず一つ目、なんか何個か入ってんだよね。一つ目じゃーん、なに今顔みたいのが一瞬映ったんだけど、なんとなんとほやんのひまち、わー、ちょっと ねネタバレになっちゃうんだけど、そのテストの時になんとネタバレなんですが、ひまちを入れておきましたって言われたんですよ。これや、わーありがとうございます。ゆうたろうさんこんな高価なものを、とっても嬉しいです。わーちょっと待って、ぽーちゃん来た、ぽーちゃんが喜んじゃう、ありがとうございます。やったね。じゃあちょっと次いきます。ありがとう。ちょっとぽーちゃんがね今映せないんだけど、今ちょっと触って分かっちゃったかも。いきます。じゃじゃん、これは嫁だな。きたー、ゾウさんこれもねネタバレでゆうたろうさん先に教えてくれてたわ。なんかゾウさんを買ったんだけど、ぽーちゃんに会うかなみたいな言ってくれてた。ありがとうございます。ぽーちゃんのゾウさんの嫁、これはねぽーちゃんに今目の前でぽーちゃん見てるんだけど、これを渡しちゃうと持ってかれちゃうので、とりあえず一回しまいますね。はい、ということで次いきます。これじゃーん、これなんだ、これなんだ、なんだこれは、はあ、これ私用かな、なんか私用のが入ってるって言ってたんだけど、コアラのマーチ反転してる、これコアラのマーチってこれ私の、人間用だよねこれ、これ私用だ、わあありがとう。コアラのマーチ大好きなの、なんで知ってんだろう。前に YouTube やる前に配信をやってた時に、私コアラのマーチが大好きっていうのをその時のリスナーさんが知ってて、よくコアラのマーチいただいてたんだけど、その時はゆうたろうさんまだいなかった気がするんだけど、たまたまかな、それとも実は昔から知ってたとかかな、 Twitter とかにも載せてたからかな、なんだろう、なんだかわからないけど、とっても嬉しい、大好きなお菓子いただきました。ありがとうゆうたろうさん、大切に食べます、ありがとう。これで終わりかな、これで終わりかな、あ、これで終わりでした。わーありがとうございます。ひまちと、それからコアラのマーチ、それからぽーちゃんの嫁さん、いただきました。ゾウさんはねまだ試したことがないからちょっと楽しみですね。今の嫁さんがちょっとねお別れすることになってしまったら、とりあえずゾウさんお嫁に行かせてみたいと思います。嫁入りさせてみたいと思います。ありがとうございました。いやー嬉しいね。まずねリスナーさんに会えるっていうのが本当にね3年4年ぐらいなんかやってて初めてだったんで、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。よかったらねぽーちゃんのチャンネルのしっぽフェスタの動画ね見てみてください。
本当にたくさんのワンちゃんと戯れていたりとか、いろんなね、いろんな動画が載ってますので、なんか頭が回らないけどとりあえずね、見てみてくれたら嬉しいです。ポーちゃんのチャンネルもね、ありがとうございます。当日はね、実はね、こういうステッカーも持っていったんですよ。誰かに、他にもね、リスナーさんに会えた時に、口が回んないリスナーさんに会えた時に、こういうね、ステッカーをお渡ししたいなと思って、このオリジナルステッカー、これもね、いろんな色があって、とりあえずね、お手伝いさんに作ってもらって、すごい可愛いパステル調のね、何種類か、この可愛いでしょ、あ、落っこちゃった、可愛いでしょ、このステッカーと、まあ、色違いがね、たくさんあるこのパステル調の、はい、ステッカー、このじゃ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 、ステッカーをね、お渡ししたりしました。はい、みんな喜んでくれてよかったです。これはね、シールになってるんです。で、いつかね、もうちょっと種類をいろいろ増やして、ステッカーをね、リスナーさんに会えた時にお渡ししたいなって考えてます。これからオフ会とか、とつまちとか、あとワンちゃんのイベントだったりとか、あとはいつかね、私がライブとかね、歌のライブとかできて、皆さんご招待できたりとかしたら、できたらいいなって思ってて、みんなとね、会えたら嬉しいです。ということでね、で、あとはね、なんとねそのしっぽフェスタでたった1個買ったものがあって、まあ、買えばよかったなって思ったのが何個かあるんだけど、それはもうね、実際買わなかったから、まあ、それはいいとして、一つだけね、買ったものがある。それは何かというと、ポーちゃんにそっくりなね、これ刺繍の、これなんていうんだっけ、見て、これじゃじゃーん、かわいいでしょ、これキーホルダーになってるんだけど、これなんていうんだっけ、ちょっとなんていうんでしたっけ、これ思い出せない。うん、ということでね、これを見た瞬間にもうポーちゃんやんと思ってね、これをね、思わず買ってしまいました。800円ぐらいだったかな。これどっかにつけて、ポーちゃんのこのキーホルダーどっかにつけたいと思います。いやー、嬉しい、かわいい。これね、めちゃめちゃお気に入り、一目惚れしました。あとは買ってないんだけど、これね、名刺だけいただきました。ポジャね、フレブルの専門のお洋服屋さんらしいの、これお名刺いただいたんだけど、ポジャね、試着までさせていただいて、すごくね、可愛い洋服がいっぱいあって、なんだけど選べなくてね、ネットでも買えるっていうことでお名刺をいただいて、近々ポジャにお洋服をね、ネットで注文して買えたらいいなと思って、これいただいてきました。そう、皆さんもね、フレブルちゃん飼ってる方はぜひ、これフレブルちゃん専用のお洋服ね、扱っているお店みたいなので、ぜひチェックしてみてください。なんていうお店だろう、ボーダー合ってんのかな、これボーダーズボーダー、ちょっとわかんないです。でもそんな感じのこの綴りのお店です。皆さんチェックしてみてください。ということで、しっぽフェスタめちゃめちゃ楽しかったっていうことをね、まずお知らせしたかったのと、ゆうたろうさん、プレゼントありがとうございました。あとはね、たまたまお会いできたリスナーさんが、いらっしゃって、その人はね、お写真撮ったり、ポーちゃんをなでなでしてもらったり、一緒にお話ししたりしました。とっても楽しかった。これをね、この経験をしてね、私は絶対オフ会とかしたいって、仲良くしてくれているリスナーさんにまた会いたいなって気持ちが強くなりました。
ちょっとね一つ夢が叶ったって感じ。ありがとうございます。だからどんどんね声が枯れてきたやっぱね人はね睡眠とんなきゃダメよね、ほんまに。はい、あとね何か話すことあったかしら。あとはそう、ごめんね、なんか詰め込みすぎかもしれないんだけど、ちょっとねご紹介したいっていうかさ、私が最近ハマってるものがあってさ、それをみんなに紹介して今日は終わろうかなと思います。毎回毎回さ本当にねくだらないお話ばっかり聞いてもらって、なんか本当に申し訳ないなって思いながらいつも動画撮ってるんだけど、前回のさあのディアの動画のコメントを見てほしいんだけどあの本当にねみんなね優しくって、あのディアちゃんのね雑談の動画すごく好きですよとか、ディアちゃんのこのチャンネルめちゃめちゃ好きですとかね、もうすごいいっぱいいただいたの。もう本当に嬉しくって、やっぱねコアなあのマニアックなねリスナーさんがね見てくれてるんですよ、私のこのチャンネルを。このねくだらないね私の雑談をね聞いてくれてるわけなんです。なんですごくね私はね私は楽しいの、すごい。もう何でもかんでもくだらなくても伝えたいこと全部詰め込んでさ、その時の話したいこといっぱい話したいって思った。それでもね一人でも聞いてくれる人がいるなら私は嬉しいし続けたいと思う、うん、本当にありがとうございます。ディアのねこういうくだらない雑談を聞いてくれて、まあいろいろやっていきたいと思うんですけどね、歌配信とかもさやりたいやりたいって思ってるんだけどなかなかできなくてね申し訳ないんですけど、早く機材をね貯めたいです。そのためには一生懸命お金を稼いでね頑張って、欲しいものを手に入れて皆さんにいいものを提供できるように、はい、これからも頑張りたいと思います。なんで応援よろしくお願いします。ほんまにいつもありがとう。でなんだっけ、あそう、私が最近ねお気に入りのもの、それを紹介したいと思う。この前お買い物にね行ってきたんだけど、まず一つ目ね、あと今日は食べ物です。食べ物のお気に入り1つ目、じゃじゃーん、あ待ってこれじゃない、こっちを先に、じゃん、これです。ちょっとねもう開けちゃったんだけどさ、これ巨峰の味、合ってるよね、巨峰の味っていうゼリー、これねゼリーなんです。寒天を使用したゼリーですって書いてあるんだけど、ここにね、そうこれねめちゃくちゃ今ハマっていて、緑色とね紫色があるんだけど、おじいちゃんとかおばあちゃんがね好きそうなこのゼリー、最近もう超ハマっちゃって、もう太るよねっていうぐらい食べてます。時間があると何かあるとねこれを食べちゃうんだけど、これねなんでこれ好きになったかハマったかっていうと、とあるね某会場に行ったんです。でそこに売店があってさ、で売店のおばちゃんに、そこの売店ってねポテトとかアメリカンドッグとかいろいろ売ってるところだったんだけど、私がねお腹空いて何か買いに行ったらさ何にもなくって、もう売り切れちゃってたんです。でわーって思って、あーでもないんだったらしょうがないですよねみたいな言ったら、そこのおばちゃんがね、何お腹空いてるのって言われて、 あなたねちょっと可愛いからちょっと待ってとか言って、なんかゴソゴソし始めてさ、これをね3個くれたんですよ。でなんだこのゼリーと思ってさ、なんかおじいちゃんとかおばあちゃん好きそうなゼリーだなとか思ってさ、でいただいたんだよねその時に。でちょっと切れちゃう、もう一回取り直すね。そう、それでとりあえずねお腹空いてるからさこれ食べてみたの、
これどっちもね味は同じなの、うん、でまずねこっちを開けてね食べたの。そしたらねすっとこどっこいですよ。マジで美味しくってびっくりした。えこのゼリーこんなに美味しいのみたいな。もう本当にびっくりしてびっくりしてびっくり仰天パワーって感じで本当にびっくりしました。今あぶくでちょっと興奮すぎてごめんなさい汚らしい。これね何が美味しいかっていうとこれね巨峰っていうよりもなんかねすっごくいい匂いの洗剤の味がするのよ。洗剤の味っていうか風味もうねもろ洗剤なの。そうなんかすごくいい香りの洗剤をまさか食べれてる自分みたいなそういう気持ちになれてなんかねめちゃめちゃ美味しい。これね一回みんなこれ食べてみて。これ巨峰の味っていうゼリー寒天ゼリーあのスーパーとかで売ってるからこれねマジでねちょっと感動しちゃってねもうすぐ見つけに行った。そしたら近くのスーパーに売ってた。だから思わず買ってしまいました。でもともとねグミとかすっごい大好きでピュレグミとかねいつも食べてたんだけど、まあ、そういう食感に似てるっちゃ似てるかもしれないけどまあちょっと違うかな。とにかくこれは食感と風味がやばい。洗剤って感じ。本当にね美味しいから騙されたと思ってあのこういうの好きな人は一回食べてみてください。じゃあ次紹介します。次紹介するのはこちら。じゃじゃん。またゼリーなんだけどさこれはなんでこれハマったかっていうとこれねあのこのさっき紹介したこの巨峰の味っていうゼリーこれにね感動しすぎてちょっとゼリーにね敏感になっちゃってちょっとおばあちゃんとかおじいちゃんが好きそうなゼリーをいろいろ試したくなっちゃった時にこれをね見つけたの。ミックスゼリーっていうこれちょっと試しに買ってみようかなと思って買ってみたらねこれもねまたハマってしまった。やばい。これもこれは味はね味っていうよりもこれは食感が神。もうねちょっと固めのあの弾力のある寒天っていう感じ。だからさっき紹介したこれよりもちょっと固めなんです。そのね食感が最高すぎる。もうマジでハマってます。これもこれはどっちかっていうと食感が好きで、これはどっちかっていうと風味が最高洗剤っていう感じ。味はこっちで食感は、こっちっていう感じ。それで今は交互に食べたりしてます。でね私変な食べ方があってこれねディアーチャンネルならではのもうどうでもいいね本当にどうでもいい雑談なんだけどこれはこれ、ね、もう寝る前だからさちょっとさちょっとあんまり食べちゃダメだと思うんだけどねこれ開けてみないとみんなね開けた方がいいでしょ。私開けるんだけど開けてさこれね周りにこれゼリーのね周りにねこれ砂糖があるんですね。これを歯でねで汚いと思わないでねこれを歯でこうやってわもろ洗剤こうやってあの削り取るんですよこの砂糖をね。鼻水出てきちゃう。こうやってそうするとね透明のごめんねかじった後透明のゼリーになるのね。鼻水がやばい。それを削ったところを食べていくっていう削って食べてみたいなそんな食べ方をしているしハマっています。これね皆さんもし買ったらぜひやってみて。このまま食べるのもいいんだけど私はね変な食べ方するんです。お菓子
キノコの里だっけ、キノコの山とかも先にチョコレートを食べてからビスケット食べたりとか、タケノコもそうなんだけど、そういうね変な食べ方するんですよ。だから嫌われちゃう人には嫌われちゃうかもしれないんだけど、そういうねこだわりがあります。そう、ちょっとこれ後で食べるね。でもう一つのミックスゼリーっていうのは、またそれがねまた食べ方があるんで一応紹介しておきますね。実はねまだ開けてないからさ、で、まあ、何味でもいいんだけど、これはじゃあみかんが出てきた。こうみかんを開けるとね、これなんかね透明のこの紙に包まれてるんですよ。これね食べられるんだけど、私はこれをこうやってね引っぺがして、こうやってね引っぺがしてさ、透明のねゼリーにするんですよ。こうやってね慎重にこうやって引っぺがしてさ、全面にこれくっついてるから、あ、なんかうまく取れないな。綺麗にねこれをね全部ね引っぺがすの。ちょっと待って、これここにちょっと私今加工取れてないよね、大丈夫。引っぺがして、これちょっと今回うまく取れないんだけど、いつもさすっごい綺麗にね剥がれるの。これをねちょっと見せたいんだけど、うまく今日はちょっと、まあ、とにかくこう、なんわけできない、こういう時に限って、もうみんなに紹介したいのにこの食べ方。こういう感じで見えないよねみんな、ごめんなさいね。こうやってね、本当はもっとすっごい綺麗に、もう綺麗にもう向けない、向けないから、向けたとして向けるとすっごいね透明なねこの寒天が出てくるんですよ。それをこうやって食べる。うわー、この弾力でね、こうやって持つの、くっつくから。うわー、これだよ、この感触、これがもう最高すぎる。本当にこれみんな食べてみてください。まあ、お家にねおじいちゃんとかおばあちゃんがいて、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃん以外でもいいんだけど、もしねおやつでさどっかにねこれがもし誰か買っていたとしたら、こうやってお家にあったりとかしたらさ、ぜひ食べてみてほしい。これもうこの感触がやばすぎということで、このゼリーたちに今ドハマりしてます。ほんまに美味しい。これ需要ある？みんな楽しんでますか？今日はそういう動画なんでね、いろいろ詰め込んだ、よろしくお願いしますね。じゃあ次ね、次まだもう一個、あ、ポロって出ちゃった、ごめんなさい。もう汚い、やだ、寝る前なのにすいません、皆さんに汚いあの場面見せてしまう。カットされるかもなこれ、うん、じゃあ次いきます。次これが最後になります。尺足りてんのか分かんないけど、次はねこれ、文明堂、文明堂、文明堂のお店があって、文明堂といったらカステラですよ。これ文明堂って私の地元では、ね、めちゃめちゃ有名な CM があってさ、カステラ1番電話は2番3時のおやつは文明堂、カステラ1番電話は2番3時のおやつは文明堂っていうね CM があったんだけど、これ知ってる方います？この CM、これね昔からちっちゃい時から
CM で流れてたんだけど、多分ね地方とか埼玉、私は埼玉なんだけどね。あ、待って、お手伝いさんが来た。おはようございます。いや今撮影しててですね、ちょっと一睡もできてなくて、お邪魔しました。ちょっと撮影終わったら行きますんで、すいません、ちょっと待っててください。はい、ということでこれ最後に紹介するのはおやつカステラ。これ知ってます？みんな、よろしくお願いします。これ知ってる人はね、知ってるって書いてください。めちゃめちゃね、埼玉では有名な CM だったんで、そう、でこんなに可愛いカステラがあったので買ってきた。これね、開けたらどんな感じかちょっと見てみようか。ちょっと開けてみます。これさ、お土産とかにもいいよね、このぐらいのサイズだったら。お、これなんか箱が、あ、こんな感じ、箱が入ってる。箱、これちょっと開けてみる。どんな感じか皆さんに見せるからね。こんな感じ、開けたらこんな感じ。これを、これどうなってんの。あ、こんな感じ、2個入ってる、2個。あ、これはさ、いいね、おやつに最高。このサイズです、このサイズ、サイコロみたいな。これお土産にいいかもしれないよ、みんな。ということで、なんかすごいドアップで今日喋ってたけど、このぐらい離れて喋ってよかったね。ということで、なんとね、お手伝いさんが出勤しましたので、私はね、ちょっとね、本当に申し訳ないんだけど、いつもだったらこの時間にね、一緒に起きて一緒にね、お仕事をたまに別々なんだけどね、やれたら一番いいんだけど、今日は本当にちょっとだけ仮眠させてもらおうかなと思う。ということで、今日の動画なんかひっちゃかめっちゃかね、いろんなね紹介したんですけど、とりあえずね、しっぽフェスタの素晴らしかったこと、リスナーさんに会えたっていうことと、プレゼントをねもらった喜びを皆さんと分かち合いたくて、この枠でね開封させていただきました。ゆうたろうさん、ありがとう。あと声をかけてくれたリスナーさん、本当にありがとうございました。またオフ会とかやろうね、その時には皆さんに会えますように。ということで、あとはお気に入りを紹介させていただきました。なんかよくわかんない動画になっちゃったんだけど、みんな楽しんでいただけましたか。今度はね、次はもうちょっと統一感のある動画を撮りたいと思うので、いつかフィルターを外した状態でね、動画ちゃんと撮りたいと思うんですけど、今回も許してください。ということで、おやすみなさい。皆さんはおはようの時間ですけど、ちょっとおやすみなさい。今から寝ます。じゃあねー、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。